なんかジンノさん何時までやる気か知らないけどさえ、いやちょっと夜更かしの予感がするんで。いや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 、 あ失礼、また落ちたぞ。すいません、ちょっと今作業中です。失礼失礼、うん、はいはい、OK、はい、元通り。嘘、あーなんかなあれ元通りになってない。あ、元通りじゃん、うん、タイミングが悪かったかな。よしよし、電力問題はこれで当分大丈夫でしょう。うん、うん、ちょっとゴミ、鉄鉱石マジで邪魔だな。早速ゴミ箱に入れよう。精錬炉の前にでも入れときゃいいんじゃない。あー、もう直付けしてんだ。精錬炉の前に、うん、うん、直付けしてるので、はいはい、さようなら。これはさようなら。60で出てきてるから機体はもったいないな。これ何？あ、どれ？ん？ああ、そこね。うん。でも鉄板のラインもあるからね、こっちに。止まってるけどね。倉庫つけといてあげようかな。お水飲むのだ。お水飲むのだ。これ最高機1台で賄えるんじゃないかしら。この規模だとちょっと鉄板のとこにコンテナをつけます。おやすみなさいなのだ。バイバイなのだ。お疲れ様でした、うん、ありがとうございました。はよさん、おやすみなさい。あ、サダテルさんもおやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。えらい、ちゃんと規則正しく寝ている。あ、ちょっと待った、ここの交渉って高純度だっけ。そうね、じゃあ120で出てるか、うん、そうです。あー、うん、贅沢使いだよ、すごく贅沢ですね。1台で賄えるな、これ1個、うん、1個やめるか、これ。まあ電力がね、そうね、ちょっと節約しようかなって。うん、うん、120で出てるから精錬炉4台置けるですね。じゃあこっちのさ、最高機マーク1外してもいいじゃん、とりあえず。あー、ちょっと待って、こっち外してもいい。めっちゃ近くで作っちゃったからそうですね、そうですねそう、外さないとね、あのどうにもならんから、はいはい、そっちをじゃあ外しますか。うん、うん、ね、ここは分こいつは分岐させてよ。うん、こっちじゃ消します。お願いします。はい、ちょっと斜めにするか。めちゃめちゃ近くに4台置けますよとか。うん、どうしようかな、この向きで置いていくかな。入り口出口、この向きで、で、何がおかしいんですか。足が可愛いなと思って。ああ、事前に足ができるのも今の時期だけですからね。うん。タイガさん、この両隣に。あの今置いてある最高機じゃないや、うん、精錬炉両隣じゃダメだな、はい、スペース的にこっち側かな、こっち側に2台移設してほしいかな、うん、はい、移設っていうか増やすっていうか、うん、あの向こうのやつを消してこっちに持ってきてくれれば。うん、とりあえず置いちゃう。どっちでもいいですよ、どっちでもいいです。うん、材料がね、ビッタリつけたい。任せます材料が足りなくならないかなと思って、
これはこっち向きで、こっち向きでこっちに合わせるのかな。何かが関係してる。あ、そうか、これ待った、タイガさん、ごめん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 。ん？これダメだ、失敗だ。失敗です、すいません。失敗です。はい。失敗です。失敗。失敗。さっきの話を忘れてた。そうだ、コンベアマーク2がいるわ、これやるんだったら。ああ、どうせ120マーク2も、ん、解放できるっちゃできるけども、あー、まあいいでしょう。まあ後でいいでしょう。コストどのくらいだったかな。ピアニーノそんなに重くないよ、素材。あ、いけそうだったらマーク2出したいかな、うん、出そうか。鉄板300、ロット300、鉄板300、手振り200に強化鉄板50。強化鉄板50、まあいけなくはないけど結構手間ね。まあでも、まあでもいいですよ、いけるでしょ。いいですよ。減算して 50% にしてもいいのよ。確かに節電のためにそれもありでしたね。ロットどんぐらいできてる。ダメだな、基本を忘れてしまってますな。しょうがないよ、2ヶ月も空いたんだから。空いちゃったから、はいね、まあ、しばらくはここ 2,3 回はリハビリ会ということで許してほしい。ネジたくさんいるね。いるね、ネジ。再来週20個しかないよ。再来週ぐらいにはネジ工場に進みたいな。でもそのためにはやっぱり石炭か。石炭電力、電力か。電力問題ですよ、やっぱり。うん、石炭ってやっ一回は納品しないとダメか。なるほどね。当分先ですな。軌道エレベーター立てないとですね。うん。早くジェットパック欲しい。うん。は遠いな。マムもないね。あ、忘れてましたね。うん、あいつなんか役に立ちましたっけ。思い出せない。マムが何をしていたのか思い出せないです。なんだっけ。なんかちょっと変わった代物がアンロックされるみたいなイメージなんですけど、何があったかな。うん、カンカンしています。あ、それはカンカンです。誠一さんがむしろマムナイト積むって。まあそうですよね、そうなんですけど、何かあったっけって思っちゃう。あ、しげさんこんばんや、いらっしゃいます。こんばんはです。しげさんが来たということは、しげをまだ0時じゃないよ。あら、そんなに。ちょっと待ってよ、いいな。30できて、インゴットが30できて、これがいらんくて、で鉄板ができます。はいはい、これ、うん、うんが、そっか、一回消えてもらおう。この丸さんが鋳造ネジ欲しいって言ってる。あったな、何でしたっけ鋳造ネジ。そう、初期にめっちゃ使えるレシピ
ってなってたのは覚えてるけど、なんで使えるのか覚えてない。あ、あ、もうあるんだ。このインゴット全部。あ、え、使っちゃった。鉄板、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 それじゃない？あれ？鉄板。今ちょっとライン。57枚しかない。今ちょっとラインを変えてるんで少々お待ちください。コンパクトにしております。そして鋳造ネジあったわ。あのそうな、鋳造ネジに変えるか。これで鉄板ができます。で電力が足りません。ダメだ。強化鉄板9枚しか作れん。強化鉄板9枚しか作れん。なるほどね。しばらくお待ちください。はい。マムを見てみよう。こんな感じに C のつなげーので、ここで強化鉄板が足りないということ。マムちゃん、あれ、マムちゃん解放してないか、まだ。ん？あ、あ、そう。マムちゃん解放してない。ああ、なるほどね。なるほどね。なるほど、ない。なるほどね。はい。そらすまんね。マム解放したら大体使えるじゃろうって言ってる。誠一さんが。マムの解放すらしてないとはちょっと予想外だった。パワーでも立てよう。ちょっと上から見ます。ん？インゴと30、鉄板20、インゴと15、ちょっとはちゃめちゃやな、まだこの散らかりを。いや、それはしょうがない。土台がないとそれはしょうがないでしょう。許してほしい。上からの景色いいね。え、どっから、あ、どっから見てるんだ。どっから見てあれか。ジノさん働いてるわ。タイガさんも働いてくださいよ。こっちがはちゃめちゃに散らかってる。いや、この電線。木爆座さん、 Y は土台よりもチェーンソーよりも分岐器よりも最優先でマム解放に進むのだ。へえ。そんないいことあったっけ。だいたいレシピのためじゃない。まあまあまあ、初期拠点ひどいね。本当に乱雑にひとまず建てましたよっていう。しかもこのちょっとみっちり感。無駄にぎゅうぎゅうしてる。こんなに広いのに無理やり詰め込んだ感がなきにしもあらずですけど、もうちょい広く作ってもよかったですね。まあまあ、でもこっからまだどんどん広がっていく予定ですからね。まあそうですね。乗れた。え、ああ上ね。銅のラインはもう完成してんですよ。ワイヤーとケーブルできてるから、でこっちではあのバイオマス燃料をペレットに変わってて、もうこのまま搬入できるという素晴らしい、さすが静止基板、素晴らしい。で電力も素晴らしい。電力問題はしばらく大丈夫でしょう。で問題は鉄の方がまだパッパラパーよ。そうですね、鉄板ゆっくり作られてはいるけど、ちょっとまだゆっくりよね。コンクリもゆっくりですね。そう、コンクリは基本的にあいつらゆっくりだからね。千葉草さん、機械置いているだけ偉い。サティスファクトリーで機械置かなかったら何するんですか。褒められた、褒められた。それは甘すぎる。これロッドさ、繋がってないっす。あ、今作業中だったから。ロッドはそう、2台作ろうと思うので、
でこれをもう1台欲しくって、そのために強化鉄板があと2枚いるという状況。うんうん、強化鉄板、ちょっと鋳造ネジ先作っちゃおうかな。鉄板変更、強化鉄板12枚作れるちょっとずつでも作ろう。うん、大事。うん、あー、ちょっとロッドのライン消しましたんで。はい、あ、使用中ですネジを作っております。ネジね、今たくさんこっちで作ってるから。うん、なんだっけ、特殊工作台こんなとこに工作台置いてみたり。強化鉄板にネジめちゃめちゃ使うんやね。うん、ネジ作ってるから今トラもネジ作ってるから今。わーんと強化鉄板、カン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 、ネジ作っても足りないな。もう一台立てるか。カン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 。あー、1枚23枚できた。うん、お、いけるのでは。こうし足りた。なるとこうしてロッドと鉄板が足りん。強化鉄板足りた。ロッドは手でお願いしますできてる分は拾って。いや、これ良くない。これネジや。え、あ、ロッドのネジにしたのか。そうそうそう。インゴット。インゴット。引っこ抜きましたインゴット。いいですよ。分岐させます。ああ、芝生さん、マンパワーに任せでゴリゴリ手作業していく工場長もいるから、見たことあれば。カンカン配信になりがち。うん、今虎の画面そんな感じ。で一旦消して、しょうがない、鉄板もやるか。カンカン、鉄板もう消えちゃったんですか。じゃあ鉄板はそこで作ってますよね。うん、そう。でも拾ってもね、まだまだだから。なるほど。うん、4次元配置になっちゃうけど許してほしい最初はしょうがない。そう、しょうがない。土台を敷くまでは待ってほしい、うん、あー、よしよし、インゴットがない。インゴットを引っこ抜こう。ネジからいくらでも抜いてってください。これでここで30できて、300-218 はこっちで 12.5 25、もう一台いけるな。82。タイガさんが暗算をしているだと夏休みの間にトラはね、算数とね、破壊した。嘘だ、それは嘘
ダウトだというのか。え、じゃあ和解できたかどうか確かめる配信する？やんないやんないそこまで言うならそんなことしたら算数の怒りを買うよ。よし、打ち上げまーす。はいはい、マック2。ナイス、ナイス。ちょっと待った、マーク2アンロックしてはいいけど、マーク2コンベアマーク2敷くのに強化鉄板使いましたよね、確か強化鉄板とてもダメだな、これ組み立て機だとても使える状況にないが確かに。え、待って、なんか変だな組み立て機先じゃないのこれは本当にその場の勢いで選んでるけど、ジーノさん、なんで私のせいじゃないでしょえ、どうする、マムさアンロックする戦争だし、まあまあね、あのマップ、マム、オブジェクトスキャナー、個人用貯蔵箱、うん、いやもうどれでもいいですよ、もうここまで来たらどれでも多分ダメだこれ、アイスはないから落ち着こう。もうさ、あのちょっとウキウキしすぎてるから一旦、お水飲もうそうですね、飲もう、深呼吸しよう、ちょっと一旦う、うん、あ、一旦落ち着こう。あ、でも落ち着いたところでもうどうしようもない気はするんですけどね。そうですね。じゃあ、マム。オッケー。マムとマップを開放します。オッケー。あ、でもここ、うん、ここだけだったらマーク2いけるか。あまりにもひどい。あ、本当に行き当たりばったりよ。ネジと鉄板とワイヤー、うんと、ワイヤーってくるか、はあ、ひどいわまあ、まだまだ立ち上げ段階だから仕方ないです、多少の混乱はよくある。そうですね、そうですよ。よし、基本材料もっとこうぼちぼち、おお、基本材料ケーブルワイヤー、よし、これでコンベアマーク2になったので6060で、で、んーで、ここでコンクリ取ってロットも作っときたいな。これからロットのライン作るんでもうしばらく、うん、オッケー。ちょっと詰め込みすぎじゃないこれ、うん登れない。なんかたまにガクガクガクとなるの何なんだろう。あー、ガクガクガク、うん、通信なのかそれともグラフィック関係なのかどうなんでしょうね。うん、分からん。なんかちょっと電力心配になってきたけど大丈夫かな。動員ボット手元にあるやつ換算しよう。動員ボットは別にもう手作業でうんたらする必要もないぐらいにたくさんできているのでは今トラお仕事ないからカンカン配信をしております。え、お仕事ないんだったらちょっとこっちの LINE の手伝いしてくださいよ
やっぱそう来る？なんだ。なんでタイガさんさ。なんでそうサボろうサボろうすんの？いや。一応ね、納品の準備はしてんのよ。ああ、そう。そうね。もうポットが帰ってきたら即入れようって思ってんのよ。はいはいはい、なるほど。一応ね。一応。働いてはいるんですよ。一応。なさっきは一応一応随分と連呼しますけど、なんか言い訳がましく聞こえますね。一応ね。ここ。一応やってんですけど。呼ぶなし。今なんでしょう。はいはいはい。その来ました来ました。2つの精錬炉動き出したんで、そこから、うん、ロット。ロットですね。うん、ロット来るのと、うん、どうしようかな。片方でロットいけると思うんですよね。うん、片方から出して2台のロットに分ける感じでいけると思うんですよ。2台のロット？うん。あ、1機を。そう、1個から分岐させて。その1機を2台。そう、分岐させて2つの。制作機っていう形。はい。でもう一個余ったやつはまあ何でもいいですよ。鉄板増やしてもいいし、ロット増やしてもいいし、ネジにしてもいいし、その辺お任せしますが、うん、正直ちょっと詰め込みすぎたんでスペース良くないと思うから、うん、適度に立て直してください。はい。コンベアベルトマーク2は笑うわ。いやでもおかげで4台の精錬炉を並べることができましたよ。結果オーライですよ。やっぱこれはちょっと狭いよな。あっちにしよう。え？ん？あ、え？ああ、強化鉄板がなかった。精錬炉カンカンしよう。強化鉄板はカンカンせざるを得ない。カン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 。次はマム行くんですか？うん、マム行きましょう。輸送船帰ってきてますマップ。お、じゃあ入れてね、間違えた。ネジないな。ネジ、ネジはもうコンテナに。鉄板も貴重品なのよ。鉄板も。ああ、じゃあこっちの1台は鉄板のライン増やしましょうか。そうですね。鉄板まだ全然だ。 OK、 じゃあ鉄板ラインを増やす形にしたいから、となるとこっち側に、足りた、こっち側に置くか。動きづらいよコンベアが。まあまあこのカオスさも最初だけですから。狭すぎてローが置けない。いや狭すぎるね、ほんと。ちょっと詰め込みすぎましたね、これは。うん、かなりの狭さ。これはちょっと失敗だぞ。狭すぎてさ、制作機ちょっとダメやな。狭すぎていろいろ置けなくなってしまっているぞ。狭い、狭いです。わかってます。なんとかしてください。無茶なこと言うやん。ちょっとこの校舎の上のさ、うん、工作台壊すよ。わかりました。せっかく私がここにも置かないとね、無理かも。そこは本来最高級置くべき場所なんですけどね。
そんなこともあります。これででも1台は置ける。よしよし、ドットのドット作れますね、これで。いいね、やったね。鉄板がないからコンベアが敷けない。いろいろと足りないですね。うーん、足りないですね。あ、初期。あ、でもとりあえずこのマップ開放ができるな、とりあえず。それはもう正直後回しでもいいかな。やってることはやっちゃおう。そうですか。行ってこい。Milestone reached. Supply the molecular analysis machine referred to as the MAM with local resources to research and develop new technologies. Potential technologies include exploration tools, weapons, and factories.調査する必要があります。開拓者の契約にあるように危険の有無は問いません。道具としか見てない。さすがイクジット社。うん。もう置き場、置き場がない。え、タイ。置き。狭すぎ。え、ハブ限界だな、このハブはもう。ハブ映す。ハブ向こうにやんない。ハブ、あ、そうですね、ハブ映そうか。ちょっとハブさ、この崖の上ぐらいにするか。はい、ちょっと輸送火葬、任せるんで、ちょっと早急にどっか溶かしてください。ちょっと、うん、うわ、この使いづらそうな場所に移そう。ハブが使いづらそうな場所って。はい、移動。あ、いいですね、いいですね。ちょっとタイガタワーもちょっとどいてもらおう。ちょっと確保。ふう、どうすっかな。ちょっとここも開けとくか。もうちょい違う場所。インゴットが30で出て、鉄板が30で入る。こっちの端の方にしとくわ。うん、川沿い。川沿い、ほうほう。うん、うん、と合流で、まさかこんな、よいしょ、こんな広い土地なのに。あれやこれや立てていくとあっという間にスペースなくなっちゃいますね。うん、よし。いやいや、でもそれでもなんだかんだ言いながらなんかうまくいってる気がしますよ。電力。ハブちゃん、マムちゃん。あ、鉄板ないんだった。鉄板ここに溜まってますよ。60、うん、パンテパンテパンテパン、うんうん、よし、ネジ。一応お伝えしますが、いや聞きたくないです。一応お伝えしようと思うんですが、いや必要ないです。大変申し上げづらいんです。いやいやいや、気のせいじゃないですか。
じゃあ気のせいだな。気のせいですね。気のせい気のせい。いやいや、ちょっと調子が出てきたところなんで。ん？ああ、木か。いいのか。気のせいですって言ってるエリアマネージャーも。そうよ、この時期の工場長は大抵時計は見てはいけないって思うはず。大変申し上げづらい。まだ言うよね。気のせいインコですって言ってそんなインコいませんね。マムちゃんの様子を見よう。あ、私も見に行こう。うん、異性の 巨型動物。ベリーまだ見かけてないな。バイオーム的にないかもしれませんね。私禁止持ってるな。研究しちゃっていいですか。トラベーコン竹は持ってる。うん、3秒だった早い。ガスノーベリスクのもう。これらの菌類の菌糸網は非常に弾力性があり、丈夫で軽量な天然繊維の可能性を示しています。さらに地球上の菌糸同様、薬効や害虫駆除の用途もあります。うん、いきなりガスノーベリスク。そして布、栄養素。なんか効果の薄そうな遠心分離器がついてる。本当にこれ。まあ大きい粒子はこれで落ちるから大丈夫です。何やってんのこれ。わかんない。なんだろう。こうやって外から見られる状態にあるっていうのも珍しいですね。うん、そうですね。本来はね、安全性のために周りはがっちり囲っとくもんなんですけどね。うん、超強化ガラスなんじゃない、この。めっちゃ薄、めっちゃ薄そうですけど、ハイパーテクノロジーですか。うん。マム変わったな、こうしてみると。断然変わっ、謎にルーペが置いてある。ちょっと原始的すぎない？ルーペね。これだけの設備があって謎にキノコも置いてある。研究途中。いや、これは観葉植物的な意味合い。癒し要素が。なんか前は丸いところになんかビビビビってレーザー出してるみたいな感じだったような気がするんですけど。ああ、そうでしたね。なんか随分変わっちゃいましたね。うんうん、確かに。ここがメインなのかな。うん。なんかあれみたい、滅菌するやつ。なんだっけ。オートクレーブ。あ、そうそうそう。ああ、この頑丈さはそんな感じはしますね。うん、します。あ、こん中入れてやんのかな。面白いな。結構いろいろデザイン変えてきてるんですね、こんな細かいところ。うん、そうですね。前のままでも問題はなかったんですけども。うん、ピア1が終わったな。お、なんだかんだでやったじゃないですか。うん、組み立て機アンロックする。うん、組み
鉄板できないとさ、許可鉄板作れないからさ。ようやくですか。そうですね、やりましょう。うん。こっちだったね、まずはね。そうですね、強化鉄板自動化のためには必要でしたね、うん、なんでそれが最後の最後になってしまうのか。こっちまだルンルンルン、ね、はい、これは何をしているんだろう。あ、ケーブルが、あ、そういえば足りてるんだな、電力。多分結構立てちゃったから、うん、どんな感じ、割とギリギリかも。ハブ電力を卒業した。いや、ハブ電力も回してほしい。割とギリギリ。つなぐか、じゃあ、分かった、じゃあつなぎます。何足りないって言ったっけ。卒業できてなかったか。テーブル、あ、ケーブルがない、はい、あー、ケーブル溜まってきてる、やった、すごい、2スタックも持てた。ケーブル必要です。ワイヤーも1スタック持てる。素晴らしい。ようやく人並みになった。素晴らしい。基本材料持てないとか、もう何のために働いてんですかっていう感じですからね。ネジは基本材料ではない。コンクリ遅いな。え、あ、え、ん、あ、トラ、あ、はいはいはい。何しようとしたか忘れちゃった、一瞬にして。何をするんですか。ハブ電力をつなぐんだ。そう、またやってたんか。いや、ケーブル、え、なんか足んないんだが、ロットが足んないんだが。あ、電柱のためにね。はい、石灰60か。コンクリは遅いな。ロットどこ、ロットどこ。ロットタイガーさん、 LINE 作っといてって言いませんでしたっけ。え、これでしょ、作った。ほんと、うん。あ、でも倉庫つながってないよこれ。ちょっとちゃんとやって。これロットです、この子。だからな、ここにさ、分岐器あるの分かりますかね。うん、うん、これ分岐器あるっていうのは分岐させるために置いたんですよね。あ、だからコンベアが敷けなくて鉄板取りに行ってそのまま忘れたんだ。なるほど、思い出してください。うん、鉄板まだないから。鉄板はない。まだない。あ、うん、取ってきてください。うん、忘れて摩耗をやってしまったな。 あれやこれやとやんなきゃなりませんからね。ロット2台にする。ロット2台、A、うん、うん、2台ここに隠せない。いや、でも結構いい感じに回ってますよこれ。うん、あとロットね。そりゃあもう2年もやってきたんだから。その割にはタイガさん、なんかすぐ忘れて別のことやるんですけどね。うん、気は散るよね。うん、もうちょっと覚えといてほしいかな。あ、やる気は散るよそりゃ。やることリストにタイガトラはこれをやれって書いとくべきだったのかしら。あー、あったですね、そういう、うん、機能。うん、うんうん、合流させる、させて倉庫に入れたいですね。はい、ふう、あれ、なんで私動員ゴットなんか持ってんだ。
いやいや、序盤でこれだけのライン作れたのは素晴らしいんじゃないですか。いや、素晴らしいと思いますよ。よくできてよくできてんのこれ。できてなくね。なんだこれ。なんだこれ。ワイヤーのライン。気にしてね。ああそういうことね。え？うん。ここはタイガさんに頼んだかどうか覚えてないから、私の忘れがたみかもしれない。死んだのジノさん。分岐させないとダメですよと。よし、オッケー。こうして。ロットオッケー。プリンコットが入ってワイヤーができて。あ、うん。はいはい。はいはいはい。ロットの倉庫建てた。うん。迷路みたいになってきたな。うん。すんごい走りづらいわ。いやでもいやいい感じよ。ロットができた。ああ。ロットこっち向きだね、うん、オッケーオッケー。シャーなしでした。それはそうですね、スペースの関係上、うん、どっかの段階で土台敷きたいですけどね、うん、そうですね。なんか広がってけば広がってくほどあーってなるから。やるなら早めの方がいいんでしょうけど、うん、あーでもそうなんですよね。でもあれですでもなんだっけ、ここまあ割と平坦だからだ。コンクリートの生産スピード結構遅くて、うん、土台敷けるほどはちょっとぶれないかも。そうですね、コンクリ中純度だったかな。うん、でした。あ、タイガさんいた。見てました。何キーだったっけな。あれどれだっけ。なんかん手をしまうボタンとかなかったでしたっけ。手のせいか、のせいですね。ドラ手出てないわ。あれか、何も構えなければいいのかな。 H ボタン。標準だと H キー。なるほど。うん、うん、チェーンソー持ってるよ。 H キー、これ標準ではないようだ。トラは H キーでした。いつの間に変えたんですかね。え、どれだろう。うん、誠一さんが発電所作るときに土台も整備するのがいいわねって言ってる。なるほど、そうですよね。発電所までにはやった方がいいですね。まあ発電所を建てるときにはそれなりのコンクリート溜まってるでしょうからね、うん、あ、ホルスターこれか。 OK、 ありがとうございます、うん、これか。ありがとうございました、うん、そしていまだにスキャナが使えない。なんで？わからない。使えるよ。ボタンを適当に押していったら、わうい。ダメね、めっちゃ目の前で拍手された。キョロッと向いたらめちゃめちゃ近いや。分からんな、ちょっと後で調べよう。よいしょ。
まあ一回この辺で一段落ですかね。マムは？ちょっとジンノさんどいて。どいて失礼な。なめくじにハートしよう。私にはしないってことですか。ここら辺土台しければかなり広大な土地になるんだが、あの辺の段差とか気になるからね。なめくじ待ってろよ、仲間取ってきてやるからな。やっぱり取ってくるんですね。うん、なめくじ牧場を作るから今回は。何なめくじ牧場って。シャードにするときはそこから屠殺すんの。なるほど、まあ、その牧場で増えてくれればありがたいんですけど、増えたりはしないんでしょ。1匹ずつそこにね、そう放牧しといて良い暮らしをさせておいて屠殺する、使うときに。放牧で良い暮らしって言うけど、ただ放置してるだけですよね。全然いい暮らしと思えないんですけど、その辺はどうですか。うん、ちょっと拠点周りがあまりにも狭くて放牧場が作れない。今はちょっとまだなめくじうんぬんとか言ってる余裕もないなくもないかな。でも、うん、ちょっと今ある鉄道道のラインって結構、うん、結構これもう完璧みたいな感じでできちゃったんですよね。うん、早々にコンベアマーク2、まあ、待ってたらできますからね。そう、うん、まあ、逆に言えば待つ、あ、この高さ大丈夫？痛いわ。いつもの調子でやってしまった。ああ、さっきまではねハブでワンクッションできたんだけど、そう、治り方をしてたんですか。そう、一通りラインは作っちゃったんで、もうあとは製品がたまるのを待つだけみたいな感じになってんですよね。うん、そうですね、まあ、すでにマイルストーンの分の部品はできてる気はするけど、まあそう、ちょっと最後にそれやって終わりにしますか。うん、ちょっと納品しよう。うん、とっとっとっと、あ、そうか、ハブ向こうだ。果たして来週まで我慢できるでしょうかって生徒さんが言ってる。まあできますよ、リリースから1週間我慢した我々ですよ。そうですね、でも1回始めてしまったからにはもう歯止めが効かないってとこありますよね。ジーノさん、はい、いやいや、セーブデータ預かっとこうかとか。